エルカチャンネル。エルちゃん、よかったっすね。よかったね。5年ぶりっていうのかね。そうっすね。ナナさん最高でした。最高だね。今回熊本城ホール、うん、で初めて俺も行ったんですけど、うん、どうかなと思ってたんですよ。何の問題もなかったですね。二人とも格好が今日こんな感じで攻めたんですよね、うん、いやよかったよかった、うん、もう今日のために今月は生きてきたようなもんだんで頑張ったよ。この1ヶ月頑張ったよ。ほんと頑張った。でももうすごかったね。あの俺たち2階席に行ったけどさ、床が揺れるんだよね、うん、みんなジャンプするからね。ねえびっくりしちゃった。あれ俺が揺れてんのかと思ったもんね。えいやすごかったわ。もうまさかのね、床が近くてね。1階の前の人たちって手が届きそうだったもんね。1階の後ろよりは2階の前の方が全然、あ、確かに良かったかも、ね、いやあ、なんかゴミ捨ててますよこの人。ちゃんとゴミ箱に捨てた。うわ、あの熊本人の風上にも置けませんね。捨てたわけでちゃんとゴミ箱に捨てる。今日の最後なんでこんな、ちょっともう疲れちゃってるんですけど、ね、あの軽くグダグダしてるのは、うん、やつが来なかったんですよ。キリトがね、はい、わらべキリトが来なかったんですよ、うん、もうあいつはあいつで死んでるみたいなんで、うん、しょうがないところ、まあ、じゃあはい、じゃあマルヨお疲れでした、うん、いえいえありがとうね。いえいえ、もう一緒に参加してくれただけで俺はみんな大満足のね、ライブでね、またぜひね行きたいです。来月、うん、愛知、愛知はね 2days 休めない、愛知まで飛べない。ならなら、はいはい、じゃあまた、どうもどうもお疲れ様でした。じゃあまたどっかでお会いいたしましょう。以上お疲れ様でした。はい、でちゃんと今日分かってくれたと思います。俺たちにかかってこいの、うん、あれが、ね、はい、そう、俺はライブはね、あれは知ってたんですけどね、はいはい、改めて生でね見るとね違いますね、はい、いやよかったっすね。じゃあまあ今日はお疲れ様でした。ではまた明日南阿蘇鉄道の撮影があるってことらしいんで、なるほどね、はいはいはい、頑張って。わかりました、はい、頑張りましょう。絶対ない、俺がまず無理だもん。ということで、うん、はい、お疲れ様でした、うん、ありがとう、お疲れでした、気をつけて。いやほんとほんと楽しかったっすよ、ね、もうなかなか味わえないからですね。全部のツアーを回るっていうのはまず無理だし、今日のだけでほんとよかった。エルちゃん車に戻ってきました。もうほんとね疲れたんすよ。なんかね昼からやってきたっていうのもあるんですけど、前乗り組だろうなが元気良すぎて、もう観光とかするからって言ってもうめちゃくちゃ動いてたんすね、うん、いやーもうほんと元気がいい、すごいっす、これで全部回るっていう人もいるんだから。新しい縁が今回できたんでほんと良かったです。ほんと今日の今日まで顔知らない人とですね、ツイッターでちょっとやり取りしてたんですけど、まあ、実際会うまでちょっと不安じゃないですか。
なんですけど、もう会ってよかったなって思いました。そして集まった人たち、いや本当すごかったです。もうガチ勢って言っちゃうと悪い言葉にしか聞こえないぐらい、もう本当好きなんだなっていうのが伝わってくるぐらいの人たちが、結局今日はそこの熊本城ホール街って何人だったか、2300人ぐらいなったと思うんですけど、それだけ集まってたわけですよ、全国から。いやもう北は北海道から来てましたからね。あの空間はすごかったです。始まってからのですね、もう一体感って言えばいいんでしょうか。ペンライトもやっぱり色が揃って綺麗だったし、前半の方で知ってる曲歌ってくれたりしたんですけど、もう後半戦も後半戦、もう怒涛のようにですね、人気のある曲歌ってくれて、あと一曲あったら死ぬっていうとこまで盛り上がりました。もう楽しかったです。集まった人の年齢幅もやっぱりすごくて、もう下はその親に連れて来られたちっちゃい子だったんですけど、上に関してはどうなんでしょうか、60代とか、もしかしたらその以上もいたんじゃないんですかね。心身ともにですね、もう疲れ切ってます。満身創痍の状態でございます。まあ、これでだから本当明日撮影だよとか言われても無理無理。いやもう霧とか来なくて結果良かったって状態になってます。来てたら何してたか分かんない俺たちは。まあ多分きついだの、ああとか言ってると思うんですけど、行くお店がもう今日1軒目だけでやめたんですよ。それもそんな俺飲んでないんですよ。ご飯も言うほど食えてなくて、お腹空いてるのに疲れすぎてやばい、もう全然手が伸びなかったです。まあ今回のですね、心残りとしては周りに声をかけれなかったことですかね。少しでも縁を増やそうと思ったんですけど、もう全然やっぱそこまでできなくて、ああと思って、それだけが心残りです。まあ本当楽しかったです。ツイッターとかの方にもですね、あの写真上げてるんですけど、あインスタの方にも上げたか。でも本当それだけ楽しかったっていうのが伝わればいいかなと思います。今日集まった皆さんもだし、水木奈々さん、チェリーボーイズの皆さん、本当にお疲れ様でした。楽しくて盛り上がって本当に良かったです。また熊本である場合はぜひ参加させてください。今度はキリトも連れて行きます。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。バイバーイ。